はい、こんにちは。今回はですね、リラックスして生きる方法について話していこうと思います。まずですね、自分はこうでなければいけないとかですね、または他の人と比較をしてですね、自分はあれができないとかこれができないというふうにして考えてしまいがちなんですけれども、そもそもですね、完璧な人はいなくてですね、人間はですね、不完全であるという、まず自分を受け入れるというところから始まるといいと思いますね。ちなみに僕はですね、できる人とかできる子だと思われがちなんですけれども、なんかそのような顔をしているとよく言われるんですが、逆にですね、できないことが結構あって、それがバレてないおかげで、バレてないせいでですね、こう辛くなる時もありますね。できる風に思われてて、それで、できない自分があるってなると、こう逆に苦しくなってくるということなんで、特にそのコーチとかやってるとですね、コーチはこう何かを言ってるからにはそれができていなきゃいけないんだっていう風にこう思ってしまうんですけれども、ある時ですね、もうそれもやめることにしましたね。自分ができてなくても教えるということですね。特に具体的に言うとですね、傾聴とかですね、あとコミュニティを作るといいですよみたいなことは僕は言うんですけれども、実際自分ができてるかっていうと、そこまではですね、僕の知ってる人と比べるとできてはいないわけなんですよね。でも教えてると、でそれは教えた人にとって、その人が有効に活用できるかもしれないですよね。自分はそれが実際できていなくても、その知識をですね、その人に、コーチングすることで、その人の人生がですね、もしかしたら良くなるかもしれないということなので、自分がですね、必ずしもあれもこれもできて完璧じゃないといけないっていうですね、考えはもうやめることにしましたね、ある時点で。ということで、不完全である自分を受け入れると、あとさらにですね、ちょっと今ふと思い出して追加して言うとですね、僕は短期記憶っていうのが非常に悪くてですね、意味をなさないような番号を覚えたりとかですね、そういったことが全然できないんですよ。全くもってできない。で、具体的に言うとですね、神経衰弱とかトランプで、あれってちょっと前に出た数字の場所とか覚えておかないといけないですよね。で、自分の番が来た時にどこに前の数字があったかっていうのを思い出して番号を揃えていったりしますよね。ああいう短期記憶ですね。あとは電話番号を覚えてくれとか言われるともうめちゃくちゃ苦手ですよね。メモる、絶対メモらないと覚えられる気がしないですもんね。そういった感じで仕事においても短期記憶を必要とする場面が多い仕事は僕はもう苦手なんですよ。できない。メモるしかないんですよね。で、特にそのルール変更が多いような仕事ですね。一回インターネット IT 系のようなところで仕事をしたことがあるんですけど、ルール変更がもう毎日のように起こるんですよね。昨日まではこの手順だったのが今日はこの手順ですよみたいな。そうなってくるとルールの書き換えがもう毎日起こって、もう短期記憶をもう連続的に更新していかないといけないみたいなことがあったんですよ。そういうのはもう非常に苦手ですということですね。で、こういうふうに僕はいろいろできないことが、クリティカルにできないことがたくさんありましてですね、それで、その自分を受け入れてですね、で、コーチしていこうということなんですけれども、で、ここにも書いてますけれども、無理してポジティブである必要もないと思うんですよね。何か目標に向かうときにネガティブであることがどうしても邪魔であるのなら、それをこう正していけばいいんじゃないのかなと思いますし、またポジティブとネガティブどっちの面も考えてみてもいいのかなとも思いますね。ネガティブで負のループに入っててどうしてもゴールにたどり着けない、そういう時は
ネガティブをちょっとほどいてみる必要があるんじゃないのかなとは思いますけれども、必ずしもポジティブである必要もないという意味ですね。で、あとはまあ人生っていうのはその全体を通してですね、楽だとか苦だとかですね、幸福だとか不幸だとか、愛だとか憎しみだとかですね、ポジティブだとかネガティブだとか、いろいろあると思うんですよ。プラスの面とマイナスの面みたいな。で、まあそれをですね、超えたところに我々は存在していますので、どっちじゃなきゃいけないっていうことでもないと思うんですね。どっちでもあってもいいですよと。で、さらに自分は不完全ですよと。で、それ全部受け入れてですね、ああそう、それでいいのかとふっとリラックスしたところからですね、それを踏まえて、よし、じゃあ一応なんかやってみるかという感じで一回リラックスしてですね、そっからじゃあ目標セットしてですね、で、あとはそのセットした目標ゴールに対して過程を楽しんでいこうと。過程を楽しむって言ってもですね、山登りと同じで、まあ富士山頂上登るかって思うとですね、その頂上まで行く過程でですね、楽だとか苦だとかですね、いろいろあると思うんですよ。いい景色が見えて、うわ楽しいと思ったかと思いきや、急に天候が悪くなってですね、冷たい雨が降ったりとかして、うわ寒い、ガタガタ震えてですね、苦しいと思ったりとかしてですね、なんだかんだと言いながら、ポジティブな面とネガティブな面を踏まえてですね、富士山の頂上を目指していくわけなんですよね。で、たどり着いたら、おい、よっしゃ、ようやっとたどり着いたぞっていう、そこまでのこう自己成長があったりとか、過程を楽しむ、ものがあったりとかですね、というふうにして、まあ、目標セットすると過程が楽しめるようになってくると。で、楽しむっていうのはまたこの楽とか苦とかの、まあ、一個上だと思うんですよね。楽しむっていうのはそのなんか全部を包摂している、全部を心に書いているようなことをこう含めて楽しんで存在してるんじゃないのかなと僕はなんとなく思ってます。それを踏まえて目標セットしていただければと思います。そしてセットした目標は達成するぞという勢いで、やっていただければと思います。まあ、僕自身もね、そうセットして実際自分ができない部分もありますからね、絶対達成してきた、全てにおいて達成してきたっていうわけではないんですけれども、まあそれも含めてですね、楽しんでやっていこうというのが根底にあれば、リラックスして生きていけるのではないのかなと思います。どうもありがとうございました。